温差と湿度は本当に子どもたちにも体のダメージを受ける季節になりましたが、本日はこの曲でさようなら。虫が入ってきておりますか。先生も機械ではなく、人間は間違いやミスがあって当たり前だのクラッカー。特に皆さん、人を優先させてあげましょうね。自分が先に急いで、急ぐことなく、のんびりゆったり、お年寄りの人に席を譲ってあげたり、店に入るときも我先に駆け込むことなく、お先にどうぞ前を失礼します。ほんの小さな
ご挨拶にできることから、自分にできることからコツコツとやってみることがやがて大きな成果を生むことと思います。自分にできることでいいんです。できないこともできない日もあります。人間 100% 何でも1から100まで全部こなそうとするから、皆さん疲れるのではないでしょうか。皆さんもう少し肩や手首の本当に力を抜いて、完璧に何でもこなそうとするから皆さん気疲れしたり頑張りすぎ、完璧を求める完璧主義も仕事を成功させる上では確かに大切なことですが、少しリラックスして今日はこの曲を弾いてみよう、今日はこの仕事を仕上げようという皆さん、練習目標や仕事の計画ももちろんあることと思いますが、少しだけ深呼吸して自信を持つことができます。練習も何でも人からしなさいと言われてやるよりも、自分にできることは何か考えて、できることを少しずつやってみることが一番かと思います。誰でも人に少しほんの少し親切なことをしてもらうと本当に嬉しく思います。ありがとうございます。人の横を通るときも失礼します。前を通るときも失礼します。お先にどうぞ。ほんの小さなことを先生もこれからもっともっと心がけようと思っております。それでは今日は、本日は先生も少し肩がなんだか疲れて、それではまた明日ね。皆さんもゆったりおおらかに、ゆったりと肩や手首を回して、ラジオ体操はじめ。ラジオ体操に乗って腕を振って、肩や手首を回して、ほんの小さな習慣づけも大切にしましょうね。それではね、さようなら。Thank you.